はい、皆さん、こんにちは。安倍の生命です。まあ、今ね、まあ、撮影一箇所終わったんですけど、まあ、このね、まあ、はがきね、情報保護シール、目隠しラベル。これはですね、まあ、マンション管理士、まあ、実態調査をですね、まあ、アンケートに、まあ、協力してもらえるかどうかっていう、そういったお尋ねですね。まあ、こういったものがね、来てるんですよ。まあ、実態調査と言われてもね、まあ、何の、あれもないんで、まあ、ダメですね。まあ、そしてね、まあ、こちらね、まあ、愛用のスニーカーですけど、見えますかね？もう、そことですね、ここ、まあ、側面が離れてしまいました。まあ、ちょっと、まあ、靴屋さんに行ってね、まあ、安いスニーカー。まあ、また買ってみたいと思います。まあ、この近くにね、まあ、流通センターあるらしいです。じゃ、ちょっと行ってみましょうね。靴流通センターですよ。靴屋さんはどこでしょうか？なんかね、下調べの時にはあったんですよ。まあ別にね、まあこういった、まあ、出先で買う必要はないような気はするんですけどね。青木。神社があるんだ。まあさっきの道案内してくれたおじさんも、まあ、言ってましたね。宮古神社。ちょっとわからないな。よしますか。わかんないよね。TBS ハウジングだ。それではね、駒形神社を出ますね。そういった感じで乗るんだね。本当はね、まあ、寄るつもりではなかったんですけどね。まあ、ちょっと内容が、まあ、今いるところは前橋市駒形町です。いやー、でっかいヨーグルトだね。いや、おい、ヤクルトだね。ヤクルト400。
まあ皆さん駒形っていうと、まあ何を連想しますかね。私はやっぱり茂平さんになっちゃうんですね。一本刀土俵入り。まあ駒形茂平さん。もう皆さんにはね、まあ茂平さんのところ、まあ、紹介してるんで。まあ昔ね、加藤大輔さんっていう方が、まあ模型役でね。まあ YouTube にはね、模型さんやってるのは、まあ、誰かな、まあ加藤大輔さんじゃなくて、勘九郎さんっていう歌舞伎役者の方いましたよね。もう亡くなっちゃったのかな。まあね、息子さんが、まあ、襲名されてはいると思いますけど、あの方の駒形茂平さんっていうのが、まあ、YouTube でアップされていまして、まあ、それ見ましたね。なかなか面白かったな。まあ、皆さんもね、勘九郎さんの駒形茂平、まあ、YouTube で検索してみてください。面白いですか。キャンピングカーなのかな。まあここね、まあ梨屋さんがあるんですけど、まあ大島梨。大島梨だって下大島じゃないですよ。大島梨なんですよ。まあ、天川大島かな。まあ上りには大島梨ってあるね。まあ本当にね、名前の通りにね、大粒なんですよ。こう左に入っていくと広瀬団地だね。まあ右側には雷郷寺さんですよ。鋼材で作った部品かな。
ごいね。一度にいっぱい積むから大変だ。まあ、ここは左に行きます。まあ、右に行っちゃうとまた伊勢崎の方行っちゃうね。まあ、ここはよくね、駒形バイパスなんていう言われ方するんですね。まあ、県道2号線です。まあ、一番東の外れになると、まあ、館林市とか、そんな方まで行っちゃうんですよ。まあ、最近はね、なかなか遠くへ行ってなくてね、まあ、本当はね、太田とかね、館林とか行きたいんですけど、なかなかそんなわけにもいかなくて。よく引っかかりますね。まあ、正面に見えてるのが群馬県庁ですね。広瀬団地入り口だそうです。はい。セルフでね、まあ、レギュラー現金単位128円高くなったね。でもまだ安い方だけどね。朝倉広瀬古墳入口、まあ、これがね松並木なんですよ。そうだ、靴屋さんですよね。まあ、伊勢崎のね宮古町にあった靴流通センターが見つからなかったんで、まあ、ちょっと靴屋さん見つけなくちゃいけませんね。何かあれですね、病院スタッフの研修みたいなのがありましたね、今。まあ、会員する、まあ、準備かな。まあ、ここにはね、形状があったんですよ。前橋藩の形状跡。まっすぐいいんですね。ああいう矢印は見落としちゃうよね。
か窓も拭かないとダメだね。おお、取り締まりですね。意外と取り締まりしそうな雰囲気ですね。本性地、また微妙なタイミングになる。まあ、どうするか悩んじゃうでしょこれ。まあ、微妙なタイミングのやつはちょっと編集でカットしなきゃなんか。ワンちゃんのトリミングって皆さん見たいですか？ワンちゃんのトリミング、まあ自分自身の坊主頭になるトリミングになったら映せるんだけど、まあ、よそ様のワン君の、まあ、トリミングなかなか映すのは難しいかもしれない。ケヤキウォークっていうね、まあ、ショッピングモールなんですよ。まあ、探そうと思えば靴屋さんありそうだけど面倒だからいいや。ずいぶんいっぱい車が置いてあるね。まあ、駐車ね。ケヤキウォーク、そうやっていっぱいお買い物しないと日本経済が大変なのかもしれないね。あまり向こう行っちゃうとあれかな、新米橋の方まで行っちゃうのかな。行きたくないですよね。まあ、ここね、前橋駅の南口が右側にあるんですよ。また微妙なタイミングで入る。もう、まあ、全然微妙でも何でもありませんけどね。行けるかな。
これで、まあ、県道10号線ですよ。ここはね、まあ、幸運町っていう町なんですけどね。今渡ってる橋が利根橋ですよ。まあ、今見えてる信号をね、左に行くと、まあ、県道13号線で、まあ、藤岡とか鬼石とか、まあ、最終的には、まあ、神流町とか、そんな感じになるかな。本当はね、鬼石町とかも行っとかないといけないかなと思ってんだけど、でも鬼石町は今、あれですよね、藤岡市になってますよね。今の時間帯は、まあ、上越線の、まあ、草津から特急かな、まあ、ちょっとね草津の特急は取りたいかなと思ってるんですけどね、なかなか草津の特急でした。なんでこうなるかな。はい、まあ、午前11時半にね、まあ、石倉の踏切を、まあ、草津のね、特急が通ります。まあ、下りね。いやー、行けませんでしたね。
靴なんですよね。まあ、靴言ってると、まあ、靴は虫になっちゃうんですけど、ちょっと郵便出そうかな。よいしょ。じゃあさっきの郵便出してきちゃいますね。はい、それではね、ここでおしまいにしましょうか。ご視聴ありがとうございました。さよなら。